バイロイトにある、シュタイングレーバーゼーネの本社、シュタイングレーバーハウス。シュタイングレーバーゼーネは、ドイツのアップライトピアノ及び、グランドピアノ製造会社である。この同族会社は、バイロイトの歴史的なロココ様式の大邸宅、シュタイングレーバーハウスに本社がある。ウドシュミット・シュタイングレーバーが家業を率いる、シュタイングレーバー家の6世代目である。 会社の起源はチェンバロを製造していたチューリン元州、ルドルシュタットの家族にある。一家は、ノイシュタット・アンデア・オルラに拠点を置き、楽器製造を再開した。エドゥアルト・シュタイングレーバーは1823年に生まれた。エドゥアルトは、はじめおじのゴットリーブ、シュタイングレーバーに弟子入りし、その後、有名なアウクスブルクのピアノ職人、アンドレアス・シュタインの娘で、 ウィーンのピアノ職人ナメッテ・シュトライヒャーの工房など様々な場所で働いた。そこに滞在している間に、エドアルトはフランツ・リストのコンサートツアーへの同行を許され、リストが彼の演奏で破壊したピアノとグランドピアノの世話をした。1852年、エドアルト・シュタイングレーバーはピアノ・フォルテ・ファブリーク、シュタイングレーバーをバイロイトで創業した。 シュタイングレーバーは1871年にフリードリヒ通りにあるリーブハルト邸を購入し本社とした。以後はシュタイングレーバーハウスの名を冠している。会社はすぐにバイエルン王国で最大のピアノ工場となった。シュタイングレーバーはワーグナー家やバイロイト音楽祭にもピアノを供給してきた。1881年リヒャルト・ワーグナーは 自身の歌劇パルジファルの寺院の場面で使われるパルジファルベルとして知られる楽器を発注した。大量生産機の間は、シュタイングレーバーの30人を超える従業員は、今でも大部分手作りされている高品質ピアノの製造を専門にしていた。ケースは頑丈な木で作られ、パーティクルボードが使用されたことはない。シュタイングレーバーゼーネは、ポリエステルや、 合成樹脂ワニスではなく、セラックやローでケースの表面を処理している。会社は車椅子使用者のピアノ演奏を単純化するため、とりわけ足を使わない実用的なペダルの操作方法を提供するためのの技術的解決策を模索している。シュタイングレーバーは現在のところ年間40台のアップライトピアノと17台のグランドピアノを生産している。しかし、 会社が創業されてからは、シュタイン・グレーバーゼーネは4万台を超える、グランドピアノとアップライトピアノを製造している。バイロイト・ダメルにある、主工場2008年のムジークメッセ、フランクフルトにおいて、シュタイン・グレーバーゼーネは、全長が232センチメートル、ある新型グランドピアノとカーボンファイバー強版を持つ、グランドピアノを発表した。 この種の構造は極度の気候変動にさらされる楽器を調律する際の安定性を高める。例えば、グランドピアノが熱帯の屋内に置かれるか野外コンサートで演奏されるならば、カーボンファイバー強版は通りにかなっている。左ペダル機構は強化されてきている。ピアニストが左ダルを押し下げると、通常の通りに機構がシフトする。もしピアニストがペダルを押し下げ続けると、 ハンマーは弦にさらに近づく。これによりピアニッシモの音量での極めて柔らかい演奏が容易になる。シュタイングレーバーはブリッジを横切って弦を導く別の手法を開発してきた。これは試験的に実装された古い着想に基づいている。通常、弦はジグザグ様式の2つのブリッジピンにつながれる。シュタイングレーバーの代替手法の場合は、 ブリッジのアグラフが金属製ローラーを通じて弦を導き上からブリッジへと弦を押し付ける。加えて高さが調節可能なヒッチピンによって弦の張力の調節が可能となる。この設計特性の背景にある考えは2要素からなる。ブリッジを横切る均一な弦の張力はエネルギー伝達を改善しブリッジピンにおける著しい弦の摩擦がもはや存在しなければ 調律とそれを保持する能力が最適化される。現在のところ、これらはグランドピアの生産における標準装備ではない。しかし、顧客は追加費用を払うことでこれらを注文することができる。シュタイングレーバーでは標準的なかわりのナックルローラー機構の代わりとして、ボールベアリング機構が利用可能である。これによるジャックのより低摩擦での解放が、 レペティションの改善を可能とする。アップライトピアノでは、シュタイングレーバーは、ジャックの先端とハンマーバットに、バネではなく、磁石を組み込んでいる。この磁石はジャックが解放された後、動作位置に戻す。このシステムは、手入れがいらず、より早く、より正確な反復打鍵をもたらす。シュタイングレーバーは高さが122,130。130 1 3 8トルのアップライトピアノを製造している。グランドピアノは全長170、192、212、232、2 7 2トルが販売される。シュタイングレーバーはまたカーボンファイバー強板とブリジアグラフを備えた未仕上げのグランドピアノをイングランドへ出荷している。このピアノはイングランドのハーストウッドファームのピアノ職人によって改良。 仕上げがなされ、ハーストウッドブランド名で販売されている。AB カートハートリッジ、インヒストリシアンバイロイト、バーラグ L1 ガー、バイロイト1998、3から925,361から35から9。ありがとうございます。